Know how the story goes. Keep a friend close, enemy closer. So sad, more than any more to me, that's what she not. No more, no more, no more. Nah, 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 nah. Josh, keep the guys, energy. Zero から1で線にする synergy. Enemy, touch まで巻き込む unity. Theory, なしなカオスなスターを infinity. 半地下に黒光りしてる舞台からトップオブザピラミッドまで繋がり。3, 2, 1, let's get it.未来を憂うのは誰誰のため切なさが好きなんて幸せな証拠嘘のごまかしも聞かないこの世界あたしは戦う誰にも壊す教えてくれ俺にもこの島で生き抜く術を何故お前は力を望む必ず吸血鬼からこの島を取り戻すお主のような人間を探しとったのじゃたちは戻ってきた俺たちの運命を狂わせた絶海の孤島に恐怖が支配し血と悲鳴が大地を染める絶望の地獄の中で人間と吸血鬼の果てしない死闘が繰り広げられているこの彼岸島に生きてる俺つか何だったんだあの化け物クジラかなんだこれあいたたたI'm
すいません、すいません、すいません、すいません。はあ、何してんの？助けて。まだか存じませんが助かりました。バーカ、俺だよ加藤。え、ケンちゃん、ケンちゃんじゃないか。加藤、お前何しに来たんだよ。いや、何しにって、俺はみんなが心配で。ほら、あの時はビビって一緒に行けなかったから、一人で罪の意識に苛まれたっていうか。お前ら全然帰ってこねえし、誰にも相談できねえし、何ヶ月も悩んで、とにかく俺も行こうって決めて、でモーターボート借りてお前らが行った方向に出発したんだよ。そしたらクジラみたいなのに襲われてた。一年がかりかよまあお前らしいや。つうかよくそれでたどり着けたな。いい加減つうか悪運が強いつうか。それよりここ一体どうなってんだよ。吸血鬼だらけなわけ。ああ、ここは吸血鬼の島だ。人間はほとんど残っちゃいねえ。マジ？じゃあアキラは？アキラはどうしたんだよ。アキラか。あいつは、あいつは戦ってる、吸血鬼と。
吸血鬼約100匹か。なんだよ。元を正せば人間だが、吸血鬼の慣れの果て、最悪の化け物だよ。起きろ。下手な鬼。あんなの勝てるのかよ。アキラ、はい。
倒すとは随分強くなったものだな、アキラ。ミヤビ、この島の支配者、全ての元凶、その男の出現によって俺たちの、いや、人間の運命が変えられちまった。ミヤビ。太郎を倒した褒美だ。来い。ミヤビ。行こう。アキラ、待て。アキラ。ミヤビ。どうした？もう終わりか？起きろ！面白い。アキラ、もう少しお前の力を確かめてやろう。やれ！おう、行こう！アキラ！
私の部下になれ。私はお前が欲しい。何だと？お前は格段と強くなった。私は強いものが好きだ。さあこの血を体内に入れろ。そうすればお前も私と同じ吸血鬼になれる。ふざけるな。誰が吸血鬼なんかに。断らん。俺はお前の手下になんか絶対にならない。ほう、勇ましいな。だけどこれでも同じことが言えるかな。逃げ。フェアキラ、そうった状態で闇には勝てん。感染するぞ。吸血鬼になりたいのか。それドクターモローじゃん。この島はそんなことになってたのか。って感心するわけないだろう。なんだそのデタラメな作り話は。分かった、俺が遅れてきたから作り話で驚かそうとしてんだろう。嘘じゃねえよ。お前だって見ただろ、海にいた鬼は吸血鬼よ。あれやっぱクジラじゃなかったのか。どうしたケンちゃん。そばから離れろ。なんだよ急に。もしかしてケンちゃん吸血鬼に。釣ればいいだろう。何？え？誰？人間だろ、さっさと釣れよ。釣れって。早く早くどっか行け。仲間の血は吸わないか。ご立派だこと。さあ食べてくれ、西山特製元気もりもり豚汁だ。たくさん食べてたくさん休んでくれ。おかわりもまだまだあるよ。はい、お待たせ。ごめん。大丈夫、俺持つよ。うん。本当にごめんね。ねえ、あの時崖の上から矢を放ったのって、え、一体誰だったのかな。
みやびに矢を向ける人間が私たち以外にもいるってことが不思議。俺は死んだことにしといてくれ。俺はこの体じゃ帰れねえ。あいつを幸せにすることも。だからユキを頼む。ユキのこと守れなくてごめん。次は何があっても絶対守るから。兄貴、一体どうやったら雅を倒せんだ。俺があの扉を開けさえしなければ。兄貴が封印を解いて彼岸島は地獄と化してしまった。人の体のままではあいつには勝てん。感染するなら俺こいつの血で良子。どうした、もう終わりか。吸血鬼となった者は全て斬る。それがわしらが決めたこの島の掟だ。この殺生を終わらせるためにも雅を倒さねばならん。501ワクチン、それは雅の力を奪う唯一の手段。501がまだ残っていたというわけか。どうなんだ。うん、そう言ってたよ。そいつは困ったな。よし、お前に任せる。私にですか。いや、お前だよ、お前。頼んだ
たぞ。人間か。あっち兄ちゃん。おお。あ。よし、じゃあ竹友からしようか。その後かくれんぼだ。うん、はい。よし、じゃあちょっと待ってろ。どうしたんだよ。苦しい。ごめん、あれ飲まなかったのか。俺飲まねえんだよ。飲みたくねえんだよ。またしばらくしたら出かける。そう。なんか顔色悪くない？そうか。風邪でもひいたかな。風邪なんてひくわけないでしょ、私たちが。そりゃそうだ。あっちじゃん、大変だよ。まっちゃんがもうあれ飲みたくねえって。松さん、どこだ、松さん。Thank you.
どうだった？手厚く葬ってあげてください。誰だ？出てこい。アツシさんですよね。ほら、俺っすよ。アキラの友達の三村っす。 あだ名加藤っす。ああ、加藤君か。よかった、まさかこんなとこで会うなんて。すいません、なんかいろんなことありすぎて俺ちょっとパニック気味で、やっとまともな人間に会えたんで。お兄さんも吸血鬼と戦ってるんですね。今一体何が起きたんですか？松吉さんが鬼になってしまった。松吉？この村の住人だ。吸血鬼は血を入れないと鬼か亡者になってしまう。吸血鬼？鬼？でもここにいる皆さんは人間じゃ。アチさん、やばいっす。こいつら吸血鬼ですよ。そうだ、この俺もな。お父さんたち A チームが正面を突破して吸血鬼たちを引きつける。その間にアキラ君たち B チームが地下通路の入り口に向かう。うん、分かった。 B チームには少数精鋭メンバーを選んでおいたわ。アキラ、悪いけど俺もその B チームに参加するぜ。え？俺だってこの島で1年間生きてきたんだ。ちょっとぐらい役に立つところ見せないとな。しようも。大丈夫、村にあった材料で作ったとっておきの武器もあるし。私も参加したい。ユキ、私もみんなと一緒にいたい。残されるのは嫌。じゃあ私たちと一緒に行動しましょう。よし、夜明けとともに進撃を開始する。
中に入ったら姫とは絶対に目を合わせるな。姫？なんだよ目を合わせるなって。吸血鬼相手に躊躇してんじゃねえ。マジかよ。早く行け。ユキ、ユキ、行くぞ。ほら早く。アチさん、アキラ、早く刀を取れ。こいつには資格がない。一緒にやるぞ。アキラ、急げ。行かせん。
兄貴、来るな。お前は人間で、俺は吸血鬼だ。は？何言ってんだ。もう二度とお前と交わることはない。兄貴、人間にとって吸血鬼が敵であるように、吸血鬼にとって人間は敵だ。兄貴、アチさん、ユキ、西山、大丈夫か？すまん、目立っちまって。気にすんな。どっちだ？アキラ。ねえ、信じられる？アキラ、ケンちゃんが助けてくれたのよ。行くぞ。
だよこれ。まさかここに何か住んでる。あいつらなんだよ。吸血鬼。ここには血なんかどこにも。まさか。やるしかない。島にこんなとこがあったんだ。急いでワクチンを探しましょう。あった？いや。でも絶対ここにあると思う。師匠が前に言ってた言葉。え？心が強くないと兄貴には勝てないって。俺にそんな心の強さがあるのかな。アキラ君、兄貴にはずっと生きていてほしいって思ってた。だけどその兄貴と戦わなくちゃいけないなんてな。本当は私、アツシさんに会ったら言いたいことがあったんだ。1年前。本当だ。申し訳ないと思っています。よくそんなことが。自分のしたことを全部棚に上げて、全てを敦さんのせいにした。あなたのせいでこんな島になったんだって。ずっと責め続けてきたけど、結局私は弱い自分から逃げていただけなんだと思う。だから厚司さんに会ったら謝りたい。レア、
行け、弓だ。ミシェバ、大丈夫かね、ジンマ。石山くん、助かった。よくやったユキ。噛まれたか見せてみろ。そんなに深くねえな。アキラくん、欲しがっている奴がいるからだ。誰がこいつを。決まってるだろう。それを一番脅威に感じている存在。まさか。俺は今みやびの元で働いている。俺たちの敵だぞ。一緒にみやびを淳さん、ごめんなさい。
ねえ、兄貴、あなたの死を絶対に無駄にはしない。ねえ、なんか聞こえない？誰か来る。行こう。いや、それはだってお前らがさ。それよりお前ら吸血鬼じゃないよな。当たり前だろ。だよな。よかった。よくねえんだよ、早く逃げなきゃ。落ち着けって、何から逃げんだよ。いや、俺もよくわかんねえんだよ。ちゃんと説明しろよ。そもそもお前どうやってここに。
なんだ。な。とにかく逃げろ。急げ急げ。出口こっち。でかすなよ。じゃねえよ。目合わすなって言ってんのに。お前しょうがないだろ。会っちゃったもんは会っちゃったんだから。会っちゃったってお前な。加藤、お前出口知ってるか。もちろん行こう。加藤、本当にこっちで間違いないんだろうな。間違いない。確かにここは見覚えがある。あれ？あれ？じゃねえしよ。どっち？こっちだ。本当かよ。大丈夫だよ。多分。多分ってなんだよ。どこだここ。どこだここじゃねえよ。お前、お前がよくら来たんだろうよ。炭鉱だ。炭鉱の跡だ。
トロッコ線路伝いに行けば出口があるはずだ。なんだ、まさか。
501を取り戻すため敦さんのところへ向かいました。そうか、これからレイの魂を弔ってやりたい。しかし一人にさせてくれまいか。捧げても決して我々を救ってくださらないのですね。ちゃんと聞いておるのか、わしの話を。この役立つが、交わることはない。吸血鬼にとって人間は敵だ。兄貴、本当に雅の手下になってしまったのかよ。頼んだぞ。仰せの通りに。何のためにみんなで雅と戦ってきたんだ。吸血鬼になった者は例外なく、それがわしらの決めたこの島の掟じゃ。あれか。ああ、よかった。ありがとう。もう帰っていいぞ。何度も聞くようだけど、本当にアツさんと戦うのか。当たり前だ。何としても501を取り戻す。早く帰れ。なあ、アキラ、もしお前がアチさんを倒したら、あのおじいちゃんおばあちゃんたちは一体どうなるんだよ。この村の人たちはアチさんだけが頼りなんだよ。吸血鬼たちからも見放されて、死ぬことも許されず、ただ鬼は亡者になるしかないんだよ。なあ頼む、アキラ。あの人たちいい人たちなんだよ。吸血鬼は吸血鬼だ。なんか他に道はないのかよ。人間と吸血鬼がこう共存できる方法だって探せばあるんじゃないのかな。お前は何も分かってない。これまでどれだけの人間が犠牲になってきたのか。お前は何も分かってない。もしお前が吸血鬼になっても、俺は容赦なくお前を斬る。
チさんはな、ただ守りたい人たちを守ってるだけなんだよ。アキラ、遅かったな。渡してもらおうか、501。いいとも。勝った方が501を手にできる。兄貴、なんで雅の側についた？吸血鬼が吸血鬼の側にいる。当たり前のことだ。くだらないことを聞くな、ガキ。どっちが生き残るか勝負だ。来い、アキラ。どうしたアキラ。勝負が始まりました。そうか、始まったか。血で血を洗う兄弟の戦いが。そろそろ戦いも詰めに行くとするか。お前たち、まずは邪魔な奴らを片付けてこい。はい。
何がおかしい。兄貴は勉強もスポーツも万能で、俺とは出来が違って死ぬまで追いつけそうにない存在だったけど、俺の想像力だけは褒めてくれた。こんな時に変だけど、楽しいよ。兄貴との本気の勝負。ふざけるな。心は一人の人間と一匹の吸血鬼の戦いだ。必ず戻る。俺にも守るべき人がいる。今吸血鬼たちがこの村に向かってる。ニヤビは本気でお前らを潰す気だ。金ちゃん、ユキ、死にたくなかったら俺の言うこと聞いてくれ。俺と一緒に来てくれ。金ちゃん、私はどこへも逃げたりしない。命がけで吸血鬼と戦う。姉さんの死を絶対に無駄にしちゃいけない。アキラだって血を分けたお兄さんと戦ってるの。私一人逃げ出すわけにはいかない。私はみんなと一緒に死ぬまで戦う。
兄貴。下半身もどっかに吹き飛んじまった。どうやら俺もここまでのようだ。アキラ、この戦いに決着をつけろ。俺にとどめをさせ。は？何言ってんだよ。言ったはずだ。俺を倒せばワクチンを渡すと。お前が勝つには俺の首を落とすしかない。ふざけんなよ、意味わかんねえよ。無理だよ。なんで？全ては雅の計り事だ。俺を手下にするために。彼女を。十分守ってくれました。頼む。もともと私たちはこの世にあってはならない存在。全ては雅の思惑の中で生かされていたに過ぎません。どうかこの人の望み通りとどめを刺してあげてください。敦さんは時々独り言のように言っていました。アキラは情けに脆いところがある。その心の弱さがこの島では命取りだと。全てはその弱さを断ち切るため。あなたが雅を倒す戦士になれるかどうかの命がけの試練だったんです。そんな。本当かよ兄貴。俺は吸血鬼であるがゆえに雅に屈してしまった。あっ兄貴。いいかアキラ、吸血鬼を倒せるのは人間だけだ。お前だけ、お前だけが希望なんだ。
リヤビを倒せ。これ帰ろう。淳さん、待っててくださいね。どうしたんだよ。なんで、なんでそんな。楽しませてもらったよ、宮本明。宮城。お前が宮城か。お前のせいでみんながな、みんなが。あと、下がって。はい。宮本敦をましのぐ力を身につけたお前が今度はどう私に挑んでくるのか、そう考えただけでしばらくは退屈がしのぎそうだ。もう一度聞く。私のしもべにならないか。誰が。俺は人間を守るため、お前たち吸血鬼を必ず滅ぼす。その人間たちがいなくなったらどうする。何。早く。
する。宮本明、お前一人で戦えるのか。できるかどうかではない。戦うさ、たとえ一人になろうと。お前だけは生かしてはおかない。ならばお前も死ね。